始まりましたブルテリアショップチャンネル、司会は私、自称ブルテリアのキムヒョンハンこと磯部師範です。ちょっと分かる、キムヒョンハン分かんないよね。シュワンワンハンハン、いやいやいや、分かんないでしょ。キムヒョンハン、歌に弱いいるんだよ、韓国の選手が。本当にそれ、いや、いるいる、昔だけどね。あ、昔めっちゃ弱かった選手も。いいよそこは。チャンワンでーす。いや違う、ベッドです。違うでしょ。はい、今日は、バッドボーイのこちらですね、キャリーバッグの方ですね、こちらをご紹介したいと思います。おお。ハプニングもいいの、大丈夫、ちょっと手が滑っただけでしょ。はい、じゃあこちらですね、お願いします。もういきなり見せる。まあキャリーバッグといえば、まあ、旅行で使うんですけど、まあ、実際自分はどの旅行に行ってもこんな大きいの使わないですよ。もうね、すごい、自分はもう旅行行くにはちっちゃくちっちゃく荷物をまとめたいから。なんで？え、楽じゃん。もうだから服とか下着替えとかはもう向こう現地に行ってか旅行してからか、もうそのぐらいちっちゃい方がいい。おかしくない？おかしくないよ。おかしい。楽じゃん。楽じゃない。ずっと持ってるの嫌じゃん。俺のこっちの方がいい？こっちの方がいい。そうなの？じゃあなんか開けてみましょう、実際ね。はい。おお。さあ、売り場がいい。ロケットも。はい、なんかいいですね。わあ、広いこれ。こっちもあるし、こっちもあるし。ああ、そうだね。おお、しっかり、あ、いいですね。あ、本当ですね、大きいね、ここも。これだったらエベトン、どのぐらい旅行できる、これあれば。どうかな、全然大丈夫ね。1週間とか、1週間 ?3 日ぐらいね。3日、うっそ。3日ぐらい、うっそ。俺多分これあったら1年大丈夫だよ。おかしい。まあそれ冗談だけど、それは冗談だよさ、本当に。いやいや、分かってる、冗談で言ってんの。ちょっとそこは、ね、それは本当だ。奥さんも知ってる？何が？あ、その旅行の。ちょっと知ってるかな。一回新婚旅行でちょっとしか持ってかなくて。何が持ってる？え？着替えとタオルとか。これを？これじゃない、俺は違う。もう新婚旅行の話はいいだろ。ちょっとそんな話、汗出てくるわ、いらないんだよ俺はね。うん、いや、ごめんなさい。急に改めたの。興味あるね。あ、興味ある。あ、でも、ね、今度旅行行くかもしれないね、出したら興味あるね。あー、ほんと、エベトンはやっぱこのぐらいね、あった方が実際はいいのかもしれないね。2つね、この中にたくさん荷物を入れて、まあ、重くなるわけで、それを持って運んだらしんどいよね。これも、これもできるね。ああ、そうね、うん。でもいっぱい入ってたらちょっとめんどくさいね、これだとね。ああ、いったいね。おお、来た。これもできますね。お、いいじゃない。お、わかりやすい。はい、これこれ。お尻、なんでお尻を、ちょっとやめて、いいんじゃない、商品に注文もいかんよ。いや、もういかんくて、おかしいでしょ、歩き方が。全然全然、普通普通に歩けばいいじゃん、なんでこういう。あ、めっちゃいいの。はい、いいんじゃない。おお、いいですね。まだまだ、はいはいはい、アピールできますね、バッドボーイ。今回はバッドボーイのキャリーバッグですね、こちらをご紹介してきました。いかがだったでしょうか。これからもいろいろなアイテムを紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今回はこのあたりで、チャオチャオチャオ。